ヒラノ仕様の環境への愛と行動、フランスでの YSL イベントで示した驚くべき一面とは、リルリンウォーター、ヒラノ仕様が愛飲する水に隠された衝撃の真実とは、ヒラノ仕様の輝かしいキャリアと影響力は、彼が常に世界中の注目を集める理由の一つです。特に、彼が海外のイベントに参加すると、その活動は SNS 上で大きな話題となります。最近、 パリで開催された YSL ビューティーのグローバルローンチイベント、YSL ラブシャインファクトリーにおいて、ヒラノ耀はアジアアンバサダーとして招かれ、その華やかな一瞬を共有しました。ヒラノ耀の魅力は、彼の人間的な側面から生まれています。彼はただ有名人として注目されるだけでなく、その行動や選択によっても賞賛を浴びています。最近、 彼がパリで行われた YSL ビューティーのイベントに参加した際のエピソードが特に注目されました。パリの街角で彼を見かけた幸運なファンの一人が彼のアシスタントが手に持っていた水のボトルに気づきました。ファンと交流している彼の周りには人だかりができていましたが、私が彼を見つけた瞬間、彼のアシスタントが持っていた水のボトルに目が留まりました。そのボトルには、リルリンウォーターというブランドのラベルが貼られていました。 これは、フランスのピレネー山脈で採取された天然ミネラルウォーターであり、その製品の特徴は89%が植物由来で、100%リサイクル可能なパッケージに入れられていることです。さらに、この水の製造に使用されるエコフレンドリーな砂糖キビから作られたエコフタも注目に値します。リルリーウォーターが他のミネラルウォーターブランドと異なるのは、その環境への取り組みです。 彼らは海洋生態系を保護するためのクラウドファンディング、プラットフォームである SOS コーラルのパートナーであり、海洋生態系の保護に積極的に貢献しています。この取り組みは海を救うための重要な一歩であり、彼らの貢献は世界中で称賛されています。しかし、平野仕様がただ単にこの水を飲んでいるだけではありません。彼の行動は常にその背後にある意味を持っています。 彼は YSL のイベントに参加する際にも、自然や環境に対する配慮を示しています。彼の人気や影響力を活かして、環境保護の重要性を訴えることで、彼はファンに対して新しい価値観を伝えています。平野仕様の人気や活動には多くの理由がありますが、その一つは彼の持つ価値観とライフスタイルです。 彼は単なる有名人ではなく、道徳的及び人道的な活動に積極的に関わり、彼の行動は多くの人々から称賛されています。彼は日本の伝統や文化を大切にし、自然とのつながりを深く愛しています。平野仕様のライフスタイルや行動は、単なる有名人のそれとは異なります。彼の道徳的及び人道的価値観は、彼が生まれ持ったものであり、彼の行動に常に反映されています。 彼は日本の文化や伝統に誇りを持ち、その美しさや豊かさを保護することに尽力しています。彼の行動によって、私たちは自然と環境の重要性を再認識し、より持続可能な未来を築くための一歩を踏み出すことができます。彼のような有名人の存在は、社会にポジティブな影響を与えることができるという素晴らしい例です。あなたは、平野仕様の行動に触発され、 自分自身も環境保護に貢献することができるでしょうかまた、有名人が環境問題に関心を持ち、その意識を広めることがなぜ重要なのでしょうか考えてみましょう。平野仕様のファンや支持者が彼の活動をさらに支援し、彼のメッセージを広めるために、私たちは彼の行動から多くを学び、彼の持つ価値観に共感することが重要です。 彼のような有名人が環境保護や社会貢献活動に取り組む姿は、私たち一人一人にとっても大きな影響を与えることができます。最後に、私たちは平野紫様の活動を通じて、自然の美しさやその保護の重要性を再認識し、私たちの地球を守るために何ができるかを考えるきっかけとなることを願っています。彼の活動は、私たち全員がより持続可能な未来に向けて一歩を踏み出すための啓発となりますか 彼の行動から私たちが学ぶべき教訓は何でしょうか平野仕様の取り組みは他の有名人や一般の人々にとっても影響を与えるでしょうか